こんにちは、私でございますということで今日はですね、明治大学女子野球部の藤崎監督に来てもらっています。お願いします。お願いします。まあ、こんな感じでちょっとユニフォームをいただきまして、まあ、ちょっと対談していこうかなと思うんですけど、藤崎監督はもともと高知中央高校で野球をやってて、はい、でその後に消防士になって5年ほど働いて、はい、で明治大学に入ったということなんですけど、なんでそれをなんかこうやろうと思ったんですか、女子野球を。そうですね、消防士として勤務している時に高知中央高校の女子野球部の外部コーチをさせてもらってて、でその携わってた彼女たちが史上初めての甲子園の舞台に立って、うん、もうそれでもう女子野球に人生を捧げようと思って、はい、消防士を辞めて明治大学に入学しました。だからそのもう学生でありながら監督も業務やってるということで。そうですね、はい、でまあ有名なところだとちょっとマネーの虎じゃなくて令和の虎に、はい、出てて結構緊張されたっていうことですね。本当にあの時は、はい、あれ実際結構やっぱみんな怖いんですか、あれ。演出じゃなくて、演出とかではなくて、やっぱり社長さんたちも自分のお金を出すっていうことで、うん、やっぱり真剣に考えてるので、はい、もう緊張感すごくマックスの中でやりました。結構人生の中でどのくらいですか、緊張。いやもう結構こうトップ3に入るぐらい、もうその野球の打席でチャンスで回ってきたぐらいのレベル。もうそんなレベルじゃなかったです。女子野球部を6大発ってことですよね。はい、まあ、女子は、まあ、女子野球ってまあ今のところね、盛り上がってきてるというか、はい、まあ、甲子園でも決勝できるようになったりとかして、まあ、あとジャイアンツとタイガースとライオンズがプロの、はい、あれプロっていうのがクラブチームでやってるけど、まあ別にそんなに裾野は広くないから、だいたい高校でまあ上手いところで高校でやって、その後ってだいたいどうなるんですか、女子の選手って。そうですね、もう野球をやめて勉強の方で大学の方に進学する子か、もう今全国に10校ほど女子野球部のある大学があるんですけど、そこに進学するか、まあ、そのままライオンズさんだったりそういったところに入るっていう形が多いかなと思います。うん、でそうなると、まあ、めっちゃすげえ強いところでやるか、もうやめるかみたいな感じになっちゃうってことですね。そうですね、うん、はい。まあ、六大の、まあ、まあ野球やってる方ならね、もうその男子の六大のリーグでやってるなんかもうめちゃめちゃもう憧れの舞台というか、もうほぼプロじゃんみたいな感じなんですけど今のところどうですかね、その六大でやってるっていうのは明治だけなんですか。そうですね、硬式野球で言ったら明治だけで、軟式は早稲田と慶応にあるんですけど。あ、女子があるんですよ。はい、あ、そうなんだ。けどまだまだ女子野球はまだ発展してないというか、うん、はい、そんな感じですね。うん、まあ令和の虎さんでもこういうふうにちょっとスポンサードを集めたりとか、あと有名なところだとこのあっちのクーニーさんとかも取材来てくれたりして、まあ、反響とかってどうですかね。すごいですね、新聞社の方たちの取材とかいろんなところから取材依頼が来たりとか、うん、反響はすごく、はい、大きいですね。うん、そうするとまあなんか活動費とかなんかこう十分に集まったりとかするんですか。いやー、まあ、多少いろんなスポンサーさんだったりご協力のおかげで集まってはいるんですけど、まだまだちょっと足りてない部分はありますね。まあまあそうですよね、まあ、よっぽど、まあ、野球好きでもなかなかプロしか見ないっていう人結構男でも多いじゃないですか。まあ、アマチュアってあんま見なかったりするし、まあ、自分は結構好きな方ではあるんですけど、そのなんか今後こうどういうふうに発展させていきたいとかっていうのはあるんですかね。そうですね、まあ、大きな夢で言ったら女子野球の6大学リーグが例えば20年後30年後できたらなっていう思いはあるんですけど、やっぱり女子野球選手たちが野球を続けようって思える環境をこれからどんどん作っていきたいなっていう思いが強いですね。なるほど。だからまあ明治だけじゃなくて他の法政早稲田とか、まあ、そこら辺もみんなやってくれて六大として盛り上がって、さらに女子野球がこう活性化していけたらいいかなって感じですよね。
まあ、あとはあれですよね、まあ、見てる方ほぼゼロなんですけどこれなんかこういうの欲しいとか物品欲しいとか、まあ、ここにまあキロテープあるんですけど、なんかこういうのが欲しいとかこういう協力があればいいなっていうのがあれば。そうですね、やはり今は資金面が足りてないっていう部分が一番大きいので、何か一緒に企画をできたりして、そういった形で協力こちら側としてもできる部分はあるので、何かタッグを組んで野球界だったりその会社さんのメリットになるようなことができればなっていう思いはありますね、うん、だからまあなんていうの、ここにスポンサーつけて終わりってだけじゃなくて、まあ、今後こうリターンを考えますの で、はい、ぜひなんかこうコラボ、まあ、スポンサーっていうよりはコラボに近いかもしれないですね、はい、ができる、まあ、なんかこう、あ、こういうのあるできるかなっていう方はなんか連絡いただければと思いますんで、なんかあれですか、ホームページがありますよね、はい、はい、明治大学女子野球部の公式野球クラブの、はい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 、ホームページがあります、はいはいはい、でそれは概要欄に入っておきますので、あとはあれですか、練習試合とか見に行けたりとかってそういうのは今コロナだからできないとかですか。いや、練習試合の予定もこれからどんどん組んでいく予定ではあります、はい、なるほど、ま、なのでツイッターとかインスタ、はい、インスタが主にやってますか。そうですね、インスタ、フェイスブック、フェイスブック、まあ、なのでそこら辺をこうチェックしてもらって、はい、見に行っていただいたらいいかなと思います。私もまだ1回も行ってないから、まだぜひね、練習もちょっと参加させていただきたい、はい、もうぜひお願いしますということで、今回は明治大学女子野球部の水崎監督に来てもらいました。あ、なんかあります？大丈夫ですか？そうですね、まあ、まあ、女子野球界だけじゃなくて今野球界は人口減少っていう問題もあるので、もう野球界全体でこう盛り上がっていけるような活動をどんどんしていきたいと思いますので、何かご協力いただけることがあればぜひご連絡いただきたいなと思います。すいません、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。